ッチ・ザ・ロックの、挿入歌になっているんですけれども、まあ、作中ではですね、主人公のボッチちゃんが作詞をしたという、お話の流れになっているんですが、まあ、本当はというか実際はというか、まあ、作詞本当にしたのは私というご縁もありまして、この曲にリスペクトを持って、セルフカバーという形でできたらなというふうに思って、歌ってみたいとお願いしました。そうですね、この曲は、まあ、陰キャと言われている人たちを、まあ、肯定してくれる曲で、この世界に生きづらさを感じている人たちの背中を押すような曲になっているかなと思います。言葉自体もメロ自体もアレンジ もう全部含めてすごく強気な曲にはなっているんですけれども、その心の奥深くにはどこか寂しさを覚えているというような、ちょっとそういう情感たっぷりの楽曲になっているんじゃないかなと思っています。好きなところいっぱいあるんですけど、もう本当にアレンジのギターの細かいリフだったりとかもうめちゃくちゃ好きですし、今いろいろな音楽が流行っていて、いろいろな楽器がもう曲に入っていく中で、このギター、ベース、ドラム、ボーカルっていうこの3本でドーンって勝負する感じがやっぱめちゃくちゃかっこいいなっていう曲になってますね。で、詞で一番好きなのは2番の B メロのとこにある半径300ミリの体で必死に泣いている音楽にとっちゃここが地球だなっていう歌詞があるんですけど、その300ミリっていうのはギターのボディのことを言っていて、まあ、そこで鳴らされる音のことを表現しているという、これをひらめいた時にすごくなんかああいいかもって思った記憶がありますね、はい、気に入りポイントです。そうですね、もうこの曲に関しては本当にいろいろな方に愛されているので、まあ、皆さん原曲は聞いたことがあるっていう方も多いんじゃないかなと思うんですけども、まあ、そこをざっくぶしというか、なんか私なりの色でいい意味でね破壊していこうっていうことで、まあ、歌い方もそうですし、気持ちの込め方とかもやっぱり自分なりの解釈でやったところがあるので、そこが皆さんにどう受け入れられるかなっていうのがちょっと楽しみなところですね。そうですね、やっぱ この曲は必死感っていうのがやっぱ必要かなと思っていて、歌詞を作った時もその高校生が衝動的にこう思いついた言葉をパッて書くみたいな衝動的な楽曲として書いたので、やっぱ勢いみたいなのが大事だなと思って、歌声にもすごくこう息の音をすごく多めに入れていたりとか、そういうので衝動的な部分をいろいろ表現しました。はい、このクロスシングという企画ザクすごく出たかったので、今回呼んでいただけてとっても嬉しいです。ギターと孤独と青い星のザクバージョンということで、皆様の心に一つ残る楽曲になっていればなと思っております。ぜひお楽しみください。ありがとうございました。